結構お客さん通ると滑った頃なんでケアするんで木道を作ったんです。この下掘っていくと1メートルぐらい掘ると明治時代 のレンガ式の道が出るらしい。やっぱあれは？白。これは2つ目の電車です。電車なくなっちゃった。電車小田原区のスペースは窓のやつがないから。やっぱりこの山の上にも大砲が置いてあって、次に弾薬があるんですよ。弾薬と兵舎の間に。太平洋戦争で負けて、さっきイギリスで連合軍でイギリス軍が50名ほど8月30日に入ってきたんですけど、何の目的でっていうと、ここ島は全部爆破するために入ってきます。で、この木造の木の階段の上で主に日本軍の弾薬を爆破する。いまだに爆発弾が出る状況なんです。で、その辺の石がありますね。石、無造作に積んであるんですよ。この爆発で石垣が落ちてきて、この切り取り石山積みになったんです。それを無造作にどけてあるのがこの石。